今日は勉強した先の話をしようかね。勉強した先ってどういうことですか？就職とか転職かな。主に就職で入るしかないかもしれないけど、ランキング上位の超人気企業を紹介しようか。就活生に人気の企業ってことですよね。転職では入れないかもしれないけど、トレンドとして知っておきたいです。全分野を一気に紹介すると業種がバラバラになるから、業界ごとにトップクラスの人気を誇る企業を3社ずつくらい紹介しようかな。その3社はランキングのトップ3ってことですか？募集団によって順位に多少の変動はあるだろうけど、トップ10には確実に入ってくる超有名企業ばかりやね。いいですね、知りたいです。じゃあ勝者から教えてください。早速ルールを破るけど、勝者は3社で収まらない。3社で収めたら怒られる気がする。伊藤忠、三菱商事、丸紅、三井物産、住友商事の5大商社が神のごとく君臨しとるね。絶対に一生入れないと確信していますけど、一度はオフィス見学をしてみたいですね。それぞれの商社に数人ずつ知り合いがいるんやけど、優秀の度合いが違うんよね。白熊先生ごときではかなわない相手ですか？彼らが両手両足を縛られた状態でも勝てる気がせんね。やはり5大商社は別格なんですね。じゃあ次に金融業界の人気企業を教えてください。金融業界は一昔前は銀行が大人気やったんやけど、最近は銀行の人気が衰退していて、保険会社がトップを取るようになってきたんよ。具体的には日本生命、東京海上日動、損保ジャパンなどやね。私でも知ってる会社ばっかりだ。他にも証券会社として大和証券とか SMBC 日興証券とかも人気やね。証券会社はブラックなイメージしかないです。仕事はめちゃくちゃ大変やろね。5年以上生き残っている知人は一人もいない。実力主義の業界ってイメージがありますね。では続いて私が好きな食品系の業界を教えてください。食品系なら明治、味の素、グリコが安定した人気を誇っとるね。毎日お世話になっている会社ばっかりです。おいちい食品をいつもありがとう。どこの会社とは言わないけど、この3社の中の1社の役員と知り合いなんだけども、あのおじさんはめちゃくちゃ良い人なんよ。大企業で評価される人物ってああいう人なんだなと思った。役員クラスにもなるとやっぱり人格も優れていないとダメなんでしょうね。そうやね、私では一生到達できないレベルにいらっしゃる方だわ。じゃあ次に不動産系はどうですか？不動産だと三井不動産、三菱地所、住友不動産が大体トップ3に入ってくるね。全部ゴリゴリなイメージです。特に住友不動産、配属される部署によって事業の規模も国も全然違うから何とも言えないけど、皆さん頭良くて体育会系やね。やっぱり不動産業界は筋肉がないとダメなんだな。じゃあ人気が高そうなコンサル系ってどうですか？コンサルはアクセンチャー、アビームコンサルティング、野村総研などが人気やね。野村総研しか知らないです。外資系かな？そうやろね。普通に生活していたら外資系コンサルの企業名とか聞かないやろから知らなくて当然よ。でも友達がいるのでデロイトトーマツと PWC は知ってます。すごいね、その2社もトップ10には確実に入ってくるくらい素晴らしい会社よ。とても頭の良い友達なのです。慶応と早稲田に行きました。外資系コンサルは激務すぎて数年以内に退職する人が多いからあまりおすすめはできないけどね。じゃあホワイトなイメージがある IT 企業はどうなんですか？ IT は相変わらず外資系が人気で、 Google、Amazon なに大巨頭になっとるね。でも日本の企業も人気が高くて、 NTT データ、楽天グループ、KDDI などは相変わらずトップランカーやね。へえ、楽天も人気なんですね。楽天モバイルがうまくいくといいですね。そうやね、楽天が今後も発展していくかどうかは楽天モバイルにかかっているところあるね。よし、私が聞きたい業界は大体聞けました。この動画の視聴者が多ければまたやりましょう。ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。